はい、法政堂さんの 3D 尺八のろしです。これの、のろしの1尺八寸間にしました。で、今回初めて私の場合は、7個の尺八を買っていました。はい、まあ、ずっとあの五弦で練習していたんですけども、なかなかやっぱりその刃と鍔の大メリがなかなかあのやっぱり音程も出ないということで、まあちょっと7弦で、ちょっと練習してみようかなということで、まあ初めて7弦にしてみました。はい、こんな感じです。で、一応ここにのろしということで、ロゴが売ってあります。はい、で、税込みで22,000円ですね。はい、そんな感じです。はい、で今使ってる尺八がこの、竹の尺八はこちら、まあ、五弦の尺八なので、まあほぼ見た目、まあ、色がほぼ一緒ということですね。はい、です。試し吹きしてみました。